小小池池晃晃君日本共産党の小池晃です緊急事態宣言について、政府は出す理由、目的、および実施する措置について、十分に説明すべきであります。日本共産党としては、その内容が納得できるものであれば、感染の拡大を防止し、国民の命と暮らしを守るために必要な協力を行うものであります。もちろん、基本的人権に対する制約を伴う場合には、乱用を慎むべきであることは言うまでもありません。 その上で安倍首相にお聞きします自粛と保証はセットだということは、党派を超えた声になりつつありますで。緊急事態宣言を出す場合には、その措置に伴って生じる損失性の保証を一体で行うことがいよいよ重要になります。しかし、総理は先ほどからも、損失保証は困難だと繰り返します。しかし、なぜ命を守るための緊急事態宣言によって、命や暮らしが脅かされることなどはあってはならないと思うんですね。 総理は先ほどから、なぜ保証ができないのかということについて、自粛を要請した業者に保証するだけで、納入業者に保証しなければ不公平になると、こうおっしゃいました。で、私ね、これ、違うと思うんですよ。だって、懐に入るわけじゃありませんから。自粛を命じた業者から納入業者、支払いが滞らわないようになるじゃないですか。あるいは倒産を免れれば、納入業者も救われるじゃないですか。私は自粛した業者に 支援を保障するということは、そこにとどまらない効果があると思いますが、総理、いかがですか安倍内閣総理大臣あの。お答えいたしますが、まあ、そこはあの、えーまあ、考え方が違うところでございまして、先ほど申し上げましたあようにです、ねあ、先ほど言っては、まあ、今、小池さんに初めてお答えするんですが、あのまあ、衆議院でのやり取りを延長で今、ご質問があったんだろうと思いますが、まあ、いわば、えーまあ、今回のですね、えー 自粛要請によって生じる個別の損失に対する補償については、調節の自粛要請の対象となっていない分野においても、今、例として挙げられましたが、売上や発注の域によって、まあ、甚大な影響が生じているものと、ことも勘案するとです、ね、政府としてさまざまな事業活動の中で、発生する民間事業者や個人の方々の個別の損失を直接補償することは、現実的ではないと考えていますが。 しかしそこで,で、では、そういう状況が生じているのは事実でありますから、減収している、事業の継続が困難になっているというところにつきましては、先ほど申し上げましたように、そのいわば自粛要請して、直接、自粛をしなければならなくなった人、あるいはそこに物を納入している方も含めて、これ、全部含めて、先ほど申し上げましたような、最大200万円のですね給付を行っていくということにしたところでございます。小池晃君私が 示した疑問にに答えることとななってないと思い思ますよあのただ単にその自粛を命じた業者だけのに恩恵いくわけじゃないですよ、これは。それとこれはね、あの総理、経済対策ではないんです。感染症拡大対策なんですよ。要するにね、保証なき緊急事態宣言では、いくら休みたくても働きに出るしかない市民がたくさんいるわけですよ。そこをどうやって食い止めるか、そのために行ってるわけであります。外出をを控え店を閉め 自営業者、フリーランス、あるいはそのライブハウス、営業休止というのであれば、居酒屋も営業休止というのであれば、正規労働者も非正規労働者もフリーランスもね、自営業者も、等しく損失を補填するということによって、感染拡大対策が徹底するんではないかと、だから思い切って、経済支援をすべきだと、これは景気対策として申し上げているんじゃないんです。この深刻な感染をどうやって抑えるのかということで言ってるわけです。総理ね 私は自粛要請に対する損失を保障することは、感染拡大を防止する点で有効であると思いますが、その点についての認識、いかがですか安倍内閣総理大臣。まあ、例えばですね、まあ、例えば、えーまあ、先般はこの緊急事態宣言の前に、ですね、えーまあ、風俗営業法上のですね、まあ、産業種、えーまあ、クラブ等々についてですねの出入りについての自粛を要請させていただいたところでございます。 え、そうなれば、売り上げはどんどん落ちるわけでございますが、その落ちた売り上げをすべて保証することは、これは、できない、わけでございます。同時に、その方々が、これは事実上ですね、店をあきられない中において、納入しているもの、納入業者もですね、相当な打撃を受けるのは事実でございます。で、そこでどれぐらい、どのような形でですね、この皆さんが、あ、自粛要請に従っていただく中において。 したかったところ従ってなかったところにこれは確かに差がつくわけではございませんが収入がぐんと減った方々に対してですね今先ほど申し上げましたように最大の200万円をこれは給付をしていくということにおいてですねしっかりとこれは頑張って協力をしていただきたいとこういうことでございます小池晃君あの頑張ってくださいって口で言うだけじゃ駄目じゃないですかあのね全額すべて保証しろっていうふうにねすぐにはならないかもしれないしかし やっぱり安心して休業できるようにすると、そういうメッセージを各国は送ってるわけです。イギリスは8割の保障フランスは100%保障それをやることによって安心して休業して、閉めて、感染拡大防止に協力してるわけですよ。そういう効果が、自粛業者に対する損失補填にはあるということについて、ちょっとお答えになってない、そういう認識についてお聞き,おき総理の認識聞い。総理 大事な問題ですこれ答えてください総理,総理西村じゃあいいです、もう、答えられないんだったらいいです。安倍内閣総理大臣時間をやっぱり取りますから、大丈夫ですから、えー、いやいや、もうちょっと別にあの許していただければあのあの、西村大臣からもお答えをさせていただきたい、えー、確かにですね、えー、小池さんがおっしゃるように、えー、これはやめていただければ、それで全部それは保証しますよと言えばですね、それは当然聞くのは、 これ当然なんだろうと思いますしかしです、ね、例えば今、例として挙げてあありさせていただいたあバー等の、ね、クラブ等の売り上げ、これ相当の売り上げになるわけでありまして、その売り上げをですべ、ね、て保証することはこれは,これはできない、すべて保証することはできないわけであります。その中でわれわれは200万円ということを申し上げているのでございますが、同時にそれとです、ね、関連するいわば、えー、クラブ、 タバレーとかいう、そういう業種に付属して納入している人たちも減っているんだから、その人たちには調節いかないけれども、その方々にも保証するというのが私たちの考え方であります。そういう中において、ですねそれぞれ皆さんが痛みをおのある中において、われわれはしっかりと給付をしていきたい、その中でみんなで一緒に、ですねこれは確かに自粛,自粛をせよ、お願いをしたら、その分を保証することはできませんが、われわれは200万円を出していきたい。 その中でみんなで協力をしていこうというのが、私たちの姿勢であります小池晃君損失した分は保証できないということを繰り返すことが、これ、テレビ見てる人たちがどれだけがっかりしているか、国民に対して協力を要請するのであれば、それに見合う責任を果たすのが政治の責任じゃないですか、そのことを私は強く申し上げて質問を終わります以上をもちまして、本件に対する質疑を終了いたします。 本日はこれにて参会いたします。